多摩ウェディング推進会は、多摩地域のウェディングに関する企業をはじめ、観光やファッションなど様々な仕事に携わる人たちが集まり、地元で結婚式を挙げることの魅力を伝え、多摩をウェディングの街として活性化させることを目的に活動しています。その活動はウェディングに関する情報誌の作成やイベントの開催など多岐に及んでいます。そしてそれらの活動をイベントやテレビ、ラジオなどを通して PR するのが多摩ウェディングクイーンの皆さんです。去年の11月から募集が始まり、多数の応募の中から今回第2代となる3人が決定しました。私たちは第2代多摩ウェディングクイーンです。有田美平と申します。東村山市出身です。小川ひなと申します。青梅市出身です。津田かれんと申します。立川市出身です。普段は小金井市や東大和市の学校に通うという3人、4月からウェディングクイーンとしての活動が本格的にスタートします。そんな皆さんから早速おすすめの一品があるということなんですが、私たちの一押しはタマウェディングボックスです。一見宅配ピザのケースにも見えるこのタマウェディングボックスは、立川市や立川市内にある印刷会社福永志向さんとのコラボレーションによって生まれたもので、結婚式の準備をする時のワクワク感を高めてくれるアイテムなんです。箱の中には結婚式までに必要なことがチェックできるアルバムタイプのブックレットや結婚証明書、可愛いお花の刺繍が施された便箋などが一つにまとまって入っています。デザインを担当したのはピンクリボンデザイン大賞の審査員なども務める今注目のデザイナー田中千恵さん。細部までこだわりが詰まっており、結婚の大切な思い出作りができそうですね。多摩ウェディングボックスは好評発売中です。販売場所など詳しくは多摩ウェディング推進会のホームページでご確認してくださいね。ウェディングクイーン一押しの多摩ウェディングボックス、ぜひ手に取ってみてください。多摩地域のカップルの方は 85% の方が他エリアで結婚式を挙げる現状です。この多摩地域には、素晴らしい結婚式場ホテルが大勢あります。地元の人が地元の施設を使ってぜひ結婚式を挙げていただきたいというふうに思っております。佐藤会長の熱い思いを受け活動をスタートさせる第2代ウェディングクイーン。最後に今後の活動に向けた意気込みを伺いました。多摩地域の多くの方々と交流し、多摩地域のウェディングを伝えていきたいです。多摩地域の方々に結婚式の魅力を伝え、若い方々にももっとウェディングの良さを知っていただきたいと思っております。積極的にイベントに参加し、多摩地域のウェディングを盛り上げていきたいと思っています。皆さんの活躍で多摩のウェディングを盛り上げていってくださいね。